こんにちは、藤バカマです。5月27日に配信される第4回公式番組では、専用グラフィックを持つ NPC、 いわゆる固有グラの NPC が全員公開されるということで、固有グラがすでに判明している武将と汎用グラが判明している武将をまとめた上で予想していきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。第3回までの公式番組での実機プレイと公式のアクション動画、ニコニコ超会議での実機プレイ、そしてフォーゲーマーの記事から得られる情報をもとに固有武将と汎用武将をまとめて見ていきたいと思います。まず固有グラが判明している武将から見ていきましょう。第2回公式番組では斎藤道三とその息子義達、今川家臣の岡部元信、信長の弟織田信行の4人が判明しました。第3回公式番組では足利義昭と六角義方、基本アクション紹介動画では新たに酒井忠次、観音寺城の戦いでは三淵藤秀、合算戸田城の戦いで天子義久、僕が公式に確認できた固有武将は合計9名でした。他にも判明している固有武将がいましたらお教えいただけますと幸いです。続いて汎用武将をまとめて見ていきたいと思います。第2回公式番組の長良川の戦いで判明したのがこちらです。続いて伊能の戦い、第3回公式番組でのセナの実機プレイで判明したのがこちら、三太夫の実機プレイで判明したのはこちらです。また柴田勝家の実機プレイ映像ではこちらです。基本アクションの紹介動画ではこちら、ニコニコ超会議の実機プレイではこちらです。観音寺城の戦いではこちらです。最後にフォーゲーマーの記事にあった合算戸田城の戦いで判明したのがこちら。以上となっております。今作は汎用武将も兜や容姿が細かく違っていたりするので、汎用武将じゃないよという武将がいるかもしれません。また見落とし見間違え等ございましたらお教えいただけますと幸いでございます。そして余談になりますが、超会議での実機プレイ上で稲葉山城の戦いに参戦していた八谷頼隆が木槌で戦っていたので、無双武将以外も多様な武器を用いて戦うようですね。戦いでのマンネリ感が減って戦闘が楽しくなりそうですね。それでは固有グラを持つ武将を予想していきたいと思います。織田家はプレイアブルキャラだけでも相当数いるので、織田家から固有グラが出るとなるとかなり限られてくるように思います。また固有グラに選ばれる武将は信長に敵対する勢力が多く、また当主重臣クラスに位置する人物で、かつ多くの活躍がある、また物語をさらに盛り上げられる素質を持っていることなど、選別の基準は多岐にわたるように思います。これらの基準と個人的な希望から予想してみました。まず織田家内です。信長の嫡男信忠と次男の信勝、家臣の森義成、仲良し、さっさなりまさ、金森長近、堀秀政、そして久喜義隆です。信忠は甲州征伐や本能寺の変など今作の主人公である信長と運命を共にするので、活躍の場も豊富ですよね。信長の壮年グラもあるので息子たちが登場しても不思議はないですよね。信勝が挙げられる大きな理由としては、伊賀州である三太夫が無双武将として存在していることです。天正以下の乱での総大将は信勝であり、二度にわたり激戦を繰り広げる上、信勝の経歴からもキャラ付けがされやすいんじゃないかなと思いました。そして有力だと思われた丹羽長秀と滝川一益、池田恒興らは汎用グラであったため予想はつかなかったので、個人的な希望を込めて森吉成、長吉親子のどちらか、もしくは両方が固有グラであってほしいなと思いました。さっさなりまさ、金森長近、堀秀政は北陸方面軍としての勝家を描くとするならいた方がいいかなと思い挙げてみました。最後に久喜義隆は主に木津川口の戦いなどの海戦において活躍すると思ったので挙げてみました。続いて他の大名家の候補を一気に挙げてみたいと思います。本能寺の変にも登場するであろう明智秀光、幕府衆として三淵藤秀と共に細川藤孝、斎藤義達の息子で長らく信長の敵軍に参戦する斎藤辰興、
家康の嫡男信康、家臣では酒井忠次とともに榊原康政、家康に最後まで忠節を尽くした鳥居元忠、今川義元の後を継いだ氏真と義元の右腕大元摂政、信玄の後を継ぐ武田勝頼、信玄の弟である武田信繁、武田家臣として馬場信春、山形正兼、高坂正信、内藤正豊、徳川家に寝返るのを含んで穴山梅雪、上杉謙信の後を継いだ上杉景勝、家臣の候補として直江兼続、柿崎景家、斎藤浅信、別枠として村上義清、毛利勢のおなじみのメンバーとして毛利輝元、吉川元春、清水宗春、鳥取城攻めがあるなら吉川常家、共有の一人で毛利と因縁を持つ宇喜多直家、もしくはその息子秀家、尼子最高の大将として尼子勝久、浅井長政の父浅井久政、遠藤直常、出るであろう長政の盟友朝倉義景と因縁のある影明、弟の影武、松永久秀の息子松永久通、久秀にて期待する筆頭格として筒井純慶、三好三人衆を含む三好勢力内で固有蔵がいないっぽいので三好家内で可能性があるなら三好義継、丹波攻めがしっかり描かれるなら畑野秀治、秀直、赤井直政、三木城攻めでもしかしたら別所長春、有岡城幽閉が描かれると思うので荒木村重、本格的に門徒衆との同窓が描かれるなら天女、松江、杉浦玄斗、下妻雷電という感じです。出そうだなというものを挙げてみましたが、これらの候補のうち半分ぐらい登場したらいいなというぐらいに考えています。今作は固有蔵が非常に豊富なのでプレイアブルキャラクターと固有蔵を合わせて50人ぐらいになるんじゃないかなと思っています。あとは森蘭丸、どうかお願いします。今回は固有蔵が実装される武将を予想してみました。新規参戦武将を全外しした僕ですが、最後のあがきとしてこんな風な動画を作ってみました。この人が固有蔵になってほしいという風に考えすぎず、楽しみに次の公式番組の配信を待ちたいと思います。以上、固有武将の予想でした。ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。よろしければグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。藤バカマでした。